岡ソフトバンクホークス対阪神タイガース。この場面打席には坂本が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて、インサイド落ちました。ファウルになります。変化球を待っていたかもしれませんね。なるほど。さあ何を選択してくるか。引っ張った。あっと強い当たり取れない。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁二塁。ここで打席にはロペスが入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。3球目は何で来るか。いや今のよく見ましたね。はい、打った、取った、一塁アウトで3アウト。さあマウンドに上がったのは佐々木。さあ兄さん、やはり上がってきましたね。まあなかなか打つのは難しいですけど、なんとか攻略してセンターに抜けました。先頭バッター出ました。ホークスノーアウトランナー一塁です。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。まあ甘い、中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何、インサイド打った、抜けていった、レフト前ヒット。さあサヨナラのランナーも出塁します。今のバッティングご覧いただきましょう。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。また初球打ち、これはスタンドへ入りそうです。ファウルボール。これが2球目。いい当たり、落ちた、ヒットになる、レフト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。ここはうまく打ち返していきました。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。まあここは犠牲フライ OK ですね。そうですね。ストレート打った、掴んだ、送球する、これは際どく、一塁セーフ、ゲッツーは免れます。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターボックスには坂本が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続き満塁としています。まあ今度こそここで決めたいですね。なるほど、そうですね。ストレート打った、ショートが抑えた、本塁フォースアウト、アウト。これで